こんにちは、えー、プロトレーダーの翔太です。えー、本日ですね、えー、2019年1月25日金曜日の、えー、ドル円の相場展望を行っていきます、えー。最後まで非常に重要なトレードノウハウの解説を行っていきますので、えー、ぜひ最後までしっかり集中して今回の動画講座もご覧いただけると幸いでございます。 そして今回の動画も、えー、少しでもためになりましたら、ぜひ動画の高評価と、あと、えー、YouTube チャンネルの、えー、チャンネル登録、そして、えー、僕の LINE アットの友達登録もぜひよろ,、えー、よろしくお願いいたします。えー、ちなみにですね、あの僕の LINE アットをですね、えー、友達登録してくださった方にだけ特別にお渡ししている、えー、豪華なプレゼントの数々もございますので、 ぜひですね、この豪華なプレゼントの数々も受け取っていただけたらと思います。この豪華なプレゼントの数々はですね、すべてにおいてあなたが今後 FX で資産をですね、効率よく莫大に増やしていくにあたって、ものすごく役立つ内容となっておりますので、ぜひですね、この豪華なプレゼントの数々をすべて受け取っていただいて、そして今後の FX トレードに役立てて、 いい、えー、いただけると幸いでございます、えーまあ、僕の LINE アットのリンクはこの動画の下の説明欄にです、ね、貼っておりますのでそちらからですね是非友達登録していただき、えー、先ほど申し上げた豪華なプレゼントの数々も全て受け取っていただけたらと思いますはいというわけで、えー、早速ですねドル円の相場展望をやっていきます えー、今表示しているチャートはですね、えー、ドル円の4時間足チャートなんですけども、えー、注目ポイントとしてはですね、えー、とこの109.840円ですね、まず。109.840円っていうのが、えー、とね、ま、あのー、実体レベルで綺麗に、あのー、レジスタンスされているライン、えー、ラインなんですね。えー、まあ、まず、あの、ここでしょここ。 うん、実体レベルで綺麗にレジスタンスされて、そして下落しているポイント。そして続いて、ここ。うんまあ、あのヒゲレベルだったらですね、あの110円まで到達しているんですが、まあ、重要なのはあの実体レベルなんで、うんまあ、ヒゲレベルよりも実体レベルの方があの重要だという風に思っておいてください。 というわけで、あの、実体レベルで、まともやこの109.840円付近でね、ま、綺麗にレジスタンスされて、そして下落していると。そして、再度ですね、この109.840円を、まあ、試そうとしているというか、うん。まあ、そういう状況なんですね、今直近がね。というわけで、あの、この109.840円で、 ま、こう、長きにわたってですね、ま、レジスタンスされておりますんで、当然ですね、この109.840円をですね、えまあ1時間死レベル、また4時間死レベルぐらいで、あの、明確にですね、実体レベルで上にブレイクしてきたら、その流れに乗ってですね、あの、上昇の勢いが、あの、強まってくる可能性っていうのは十分あるんですね。 だから、あの、109.840円を実体レベルでぶち抜いてきたら、当然、そえー、当然というか、その110円の、えー、切り板もですね、えー、明確に、えー、上、えー、上抜いてくる可能性というのは、えー、十分出て、えー、出てきます。その可能性は十分、あのー、まあ、あのー、ありますんで、だから、109.840円を 明確に、えー、上にブレイクしてくるか、それともこの辺であのまた抑えられて下落してしまうのかっていうのをあの見といた方がいいですね。うん。だから109.840円付近で、えー、付近でのそのプライスアクションによってその今後の、えー、相場の方向性がある程度決まってくるかなっていう感じです。はい。 だから、まあ、例えばですね、あの買い目線の人は10、109.840、え、円、ー、付近をですね、あのー、さっき言ったように、あの実体レベルで明確にですね、まあ、1時間足レベルから4時間足レベルぐらいで、明確に上にブレイクしてきたところをサインとして、その後、まあその短期足で、あのーまあ、いい具合に押し目をつけてきたところを狙って、押し目買いとかすると、あの結構、あのいい感じのトレードができるかなっていうところですね。うん まあそんな感じです。で、えー、続いての注目ポイントとしては、あのー、まあやはりですね、あのー、まあこれまでのそのドル円の相場展望の動画でずっと言い続けている、この、えー、切り上げラインですね、これ。これね。この切り上げラインっていうのは一体何なのかというと、まああのー、まあ要するにこの切り上げラインです、ね。すいませんね。はい。まあ説明になってないですね。要するにあの、チャンネルの加減ラインですね。はい。 チャネこのチャンネルのですね、このチャンネルの加減ラインである切り上げライン。これがね、この切り上げラインがね、あの、ずっとね、もう長きにわたってあの意識され続けているんですね。うん。まあ、まずもうこの辺とかね、この辺とかめちゃめちゃ意識されてますよね。もうへばりつくように、あのずっとサポートされてるんですね。このライン際で。この切り上げライン際でもうずっとサポートされてると。 そして、まあ、ちょっとこの辺で上昇の域を見してきたんですけども、あの、この下落、ここで下落してきて、けど、また上昇してきた、その起点となるこ、この、安値。付近っていうのがまたしても、この切り上げライン付近なんですね。うん。要するに、この切り上げラインが、ここで、ここでまたしても意識されて、えー、そして上昇してきたと。そして、えー、直近のここですね。この要線の安値。ここも、またもや、 この切り上げラインを意識して、そしてこうタッチしてまた上昇してきているっていうことですね。だから、すなわちですね、あの本当にもう長きにわたって、あのずっとこの切り上げラインがそのサポートの役目を果たしてますんで、このサポートラインとなるこの切り上げラインをもし,も,しもですね、あの明確に えー、下にブレイクしてきたとするとですね、それもあの、ヒゲレベルじゃなくてその実体レベルでね、えー、1時間足とか4時間足レベルでのその実体レベルで、この切り上げラインを明確に下にブレイクしてきた場合は、えー、その下落の勢いに乗ってストーンとですね、 えー、かなりの勢いで下落してくる可能性ありますんで、十分注意が必要です。あの、注意が必要っていうのは、その、買い目線のトレーダーにとっては注意が必要です。逆に、売り目線のトレーダーにとっては、えー、チャンスかなっていう感じですね。うん。えー、それはね、あの、なんでかっていうと、あの、こんなに長きにわたってずっと意識されている切り上げラインなんですね。うん。まあ、えっ、ー、と、この切り上げラインは、 えー、起点はですね、まあ、ここ、実体、この要線の、あの、はじめ根と、あと、この要線の、えー、やね、うん、下髭の先端ですね。この二点を、えー、結んでいるんですけども、で、その後ですね、まあ、ここもへばりつきようにずーっと、えー、意識されて、そして、ここも意識されて、ここも意識されている。もう、この、この期間、ずっと、この切り上げラインが意識され続けているんで、 だから、あの、意識され続ける、あの、時間が長ければ、あの、長くなれば長くなるほど、その、えー、ラインを、あの、ひとたびブレイクしてきたら、あの、勢いが、その方向に沿って勢いがかなり強まってくるっていうことを覚えておいてください。だから今回のパターンで言ったら、この切り上げライン、えー、ずっとサポートの役目を果たしてますよね。えー、長きにわたって。それを下に、ひとたび、明確にブレイクしてきたら、あのー、その、えー、下方向に、 下あ要するに、あのー、下落の勢いが、えー、かなり、えー、強まってくると、うん。そこをサインとしてね。なんでかというとですね、あのー、要するにその長きにわたって、この切り上げラインがですね、あのー、サポートの役目を果たしてくれるだろうっていうふうに思ってるトレーダーが多い,多いんですけども、その期待を裏切ってくるわけですね、えー。この切り上げラインを下にブレイクしてきた時っていうのがね。うん ということはですよ。あのー、まあ、この切り上げラインに、あのー、まあ、近づいてきたところを狙って、あの、いエントリーしているトレーダーが多いっていうことじゃないですか。まあ、ここもそうですよね。この切り上げラインに近づいてきたところを狙って買い、買いエントリーして、そして上昇。で、また近づいてきたところを狙って、ここで、こ,こ,この辺でまた買いエントリーしているトレーダーが多いと。で、ここもそうですよね。そしてここもそう。 で、そんな、あのー、買いエントリーぶちかましている、その、トレーダーが、その、損、損切りしてくるポイントっていうことなんですね、要するに。うん。この切り上げラインを下にブレイクされた、えー、タイミングっていうのはね。それもその実体レベルでですよ。ヒゲだけだったら、それは、あの、騙しになって終わる可能性があるんで、ヒゲのみのブレイクは、あのー、別にそんなに、あのー、なんて言うんですか。 あの、重要視しなくていいんですけども、これは実体レベルで下にブレイクしてきたっていうことは、あの、もう本当にやばいなって、うん、まじ、まじやばいなって思う、その、ま、買いトレーダーがどんどん増えてくるんですね。で、マジやばいなって思ったら、そのトレーダーはどういう行動に出るかって言ったら、要するに損切りってことですよね。で、その買いエントリーしているトレーダーの損切りは何か,何かというと、それはもう売りってことですよね。うん。要するにその売りの圧力が増えるんですね。そのタイミングで。 で、売りの圧力が増えると、どうな、えー、どうなるかというと、当然、その、下落の勢いが強、えー、強まって、ストーンと下がりやすくなると。うん。で、あのー、まあ、その、相場の本質、本質として、本質として、ちょっと本質って言いにくいんですけど、<laughs> すいませんね。あの、相場の本質としてね、あのー、上昇の場合は、あの、緩やかに上昇してくるんですね。けど、下落の場合は、まあ、こことかを見てもらったらわかるんですけど、もう、ストーンと、 下落してくると、うん、これがあの相場の本質なんですよ。だから下落の方が勢いが強いんですね。うん、だからこそ、あの買い目線のトレーダーの人はあの、より注意が必要ってこと,です、ねえー、ということになります。うん。だからその、買いと売りだったら、どっちがその短期間のうちにあの爆益をあの得られやすいかっていったらあの、それはもう相場の本質的に、その売りの方がですね、その短期間の間にあのよく動いてくれますから、このようにね。で え、で、上昇、あの、買いの、買いの場合は、というか、その上昇の場合は、あの、緩やかに上がってくるので、その本質から考えると、あの、売りエントリーの方が、短期間のうちに、爆益、爆益を得られやすいんですね。うん。だから、あのー、なんていうんですか、えー、売り目線の人にとっては、まあ、この切り上げラインを明確に下にブレイクしてきたときっていうのは、あのー、短期間のうちに爆益を得られるチャンス。 となるって感じですね。うん。ただそうなったとき、まあ、その止まりやすいポイントもあるんで注意が必要です。例えばですね、えー、っと、まあ今ね、この直近で、あのー、直近においての、その、最高値をつけている、えー、上昇の波って言ったらこれですよね。うん。要するにこの110円、110円を、あの、試してきた、この上昇波。 えーですよね、でこの上昇波の,あの、まあ、起点って言ったらこの、この要線の、えー、安値であるここですよね。うん、要するに、この、ここの高値をつけてきた起点となる、えー、安値がこれなんですよ、うん。この上昇波の起点がこれ。ということはですよあの、ここあたりが止められやすくなるんですね、当然ね。うん だから流れとしてはですね。まあ、例えばこの,この辺で、この切り上げラインがですね、えー、明確に実体レベルで下抜いてきたとします。で、下落してきたんだけども、えー、この安値付近で、えー、一旦踏みとどまって、えー、また上昇してくる可能性っていうのはありますんで、えー、それはちょっと注意が必要です。うん。で、その時に、あの、見てほしいのがですね、この切り上げラインに対しての、そのリテストですね。 うん、リテストが、あの、綺麗に決まって、で、そこからまたもう一段階下落して、あの、安値を更新する形になったら、ま、あの、まだまだその下落、えー、あの、下落が続く可能性っていうのはあるんですけど、これがリテストが決まらずに失敗に終わって、またこの切り上げラインの上にですね、ロうソク足が戻ってくる形になったら、あのー、まあ、要するに、こ、この安値付近で、えー、一旦止ま、止まって、えー、また、 あの、もう一段階上昇してくるという、ええー、動きになる可能性が出てくるんですね。うん。だから実際ちょっと図に書いた方が分かりやすいですね。この解説はね。うん。だからですね、ええー、要するにどういう流れかというと、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、うーんーと、 赤はちょっと分かりにくいですね。赤は分かりにくいんで、えー、そうだな。何色にしようかな。グレーとか分かりやすいかな。あ、グレー分かりやすいですね。だからね、どういうことが言いたいかというと、<laughs> ま,まずこう下落してきたと。こう下落して、で、実体レベルで、この切り上げラインを、まあ、下にブレイクしてきたとしても、 えー、ここの高値を作り上げた、この上昇の波の起点となる安値がここに存在してるんですね。で、ここまで差し掛かってきて、ここで反発したとします。反発してね、こう、一旦上昇します。このように。上昇して、そしたら、この切り上げラインに対して、リテストをしてくる感じになりますよね。 で、こうリテストタッチして、そこからですね、あのー、まあ、こんな感じで、もう一段階下落して、ここで作ったこの安値を、あの、実体レベルで更新してくれたらね、そしたら、あのー、まあ、さらに、まあ、さらにですよ、こんな感じで、さらに、あの、もう一伸びの下落が期待できるんですけども、これがね、 例えば、まあ、こうリテストタッチしてきたとします。まあ、こんなに綺麗にリ,あのリテストタッチしてくるケースはな、あのー、まあなんなんていうか、なんていうのかな、こんなに綺麗にリテストしてくるばっかりではないんですけども、あのー、例えば、ちょっと、こんな感じで、この切り上げラインの近くまで行って、こういう、この辺ぐらいから下落してくるというか、 まあこういうケースとか、あと、まあ、若干上抜いてというか、この切り上げライン若干上,上抜いて、こんな感じで下落してくるっていうパターンもあるんですけども、だから要するにこの切り上げライン付近っていう感じで考えておいてください。うん。この切り上げライン付近を試してくる、えー、動き。うん。というふうに考えておいてください。それがあのリテストっていうことです。うん。だからよくいらっしゃるんですけど、このラインに、 まあ、きっちりとタッチして、そこから、あのー、下落するみたいな。あのー、そういうイメージだけしか、あのー、考えることができないトレーダーさんたまにいるんですけども、あの、ある程度、その、アバウトに考えてやるというか、それ重要になりますんで、これはぜひ参考にしてください。ある程度アバウトに考えてやる。うん、この切り上げライン付近で何かあるなぐらいな感じで考えておいてください。うん そのリテストしてきたとしたらね。リテストしてきたとしたら、この切り上げラインの,あの上下付近で何かしらのプライスアクションあるなっていう感じで考えておいてください。そうするとあの臨機応変にトレードできやすくなるんで、あのそれはね、抑、まあ、えておいてください。今ちょっと話逸それちゃったんで、ちょっと話戻しますね。あのまあ、今回、この切り上げラインで綺麗にリ,あのリテストタッチしてきたらという体で話します。まあ、こう、タッチしてきて、 でそっから下落もう一回下落してきたとしてほんならまたあのここの、まあ、要するにここの安値で、まあ、ここの安値付近で、まあ、一旦あの跳ね返って上昇してますよねでもう一回下落してまたここの安値付近で止まってしまって再びこう上昇して要するにまあここでまあダブルボトムのような形をね作ってきて 作ってきてそしてさらにですよそこからまあここのあのそうだなこの109.8それこそそうですね109.840円、えー、ですね109.840円を明確に実体レベルとかでズドンと上抜く形になるとですねそこから今度は逆に上昇の勢いが強まってくる。 可能性というのが出てきます。うん。まあ、なので、あのー、重要なのがですね、えっ、ー、と、まあ、この直近の高値作った上昇波の起点となる安値、えー、それもしっかり下抜いて、下抜いてきた後のリテストして、リテストを試してきて、そしてさらに、 さらに、えー、こののここの安値もさらに更新してくる形、うん、こう,こういう流れになるとあの下落、えー、もう一伸びの下落が期待できるのでそういうところを狙って例えばこの辺であのーまあ、短期足とかに切り替えて15分足とか5分足とか1分足とかに切り替えて、まあ、ちっちゃくね え、短期足レベルでちっちゃくこう、戻りをつけてきたところを狙って、戻り売り。うん。戻り売りとかすると、そしたらここの下落が取れるというか。うん。だから初心者トレーダーは、あの、安全に行った方がいいんで、あの、こういう、とこ、こういう状況になるまで、あの、待つっていうのも一つの手ですね。うん。僕らのような上級者トレーダーはもう結構こういう上の辺から、 あの、もう大体の流れがわかるじゃないですか。その上級者トレーダーになればね。うん。<laughs> だから、もうこの辺で大体その、あの、相場の、あの、行方が大体分かってるはずなので、上級者トレーダーね、僕らのような。だからそういう人は、あの、もうこういう上の辺からもう叩いてやるというか、あの、エントリーしとけば、あの、いいんですけども、初心者トレーダーの場合は、ある程度、その、相場の方向感が、 ちゃんと見え始めてからエントリーした方がいいんで、だからその場合はこういったあの直近の高値を作ってきたあの波の,あの性質を使うというかですね。うん。だから、<coughs> こういう考えがまあ有効かなって感じです。うん、はい。で、こちらはですね、奴隷の1時間シャーと表示しているんですけども、えーまあ、この切り下げラインですね、えー、ここの。 ここの切り下げラインを上に突破してきているんで、まあ上昇の優位性が高まってきております。一時監視レベルにおいてね。うん。で、ここであの、有効的な思考としてはですね、えー、まあまだですね、あの、しっかりと、まあこの切り下げラインに対してのリテストが起きているわけじゃないんで、まあもうちょっと見なきゃいけないんですけど、 あの、この手法を使うには。あの、ある程度ですね、しっかりとリテストとなる下落が、あの、作られて、再び上昇してきたタイミングを狙って、えー、この切り下げラインを、まあ、こんな感じで、あのー、まあ、直近の高値に当てて、当ててですね、こう引いてやると。コピーして。 こんな感じで引いてやると。で、この切り下げラインをまた再び、えー、再びというか、この切り下げラインをもですね、この切り下げラインをも、えー、上に突破してきたところっていうのは、かなり、えー、上昇の優位性が高まってきているポイントなので、そういうところを狙って、えー、買いエントリーすると、あの、よりですね、あのー、まあ、上手な、あの、トレードがですね、えー、できるというところにつながってきますんで、これはですね、ぜひ覚えておいてください。うん。 まあ、まだね、あの、この手法を使うのはちょっとまだ早いんで、あの状況がね、ある程度しっかりリテストとなる下落作られて、そして再び上昇してきたようなところを狙って、ここをこの切り下げラインコピーして、こう引いてやると。で、この切り下げラインをもう上抜いてきたところを狙って、いエントリー。すると、 いいトレードができやすくなるっていう感じですね。で、逆にですね、あのー、まあ、今はこの切り下げラインの上にローソク足あるんですけど、もしこの切り下げラインの下にですね、ローソク足が来ちゃうとですね、えー、再びあの、下落の勢いが、あ下落の勢いというか、下落の優位性が高まってくるポイントなんで、あの、買い目線の人は注意が必要で、売り目線の人はチャンスって感じですね。うん。で、そ、あの、すいませんね。 ちょっと石が出ちゃいましたでこの切り下げラインをあの下にですねブレイクしてきた時っていうのはもうこの4時間足レベルにおいて弾けるこの切り上げラインをもあの下にブレイクしているタイミングだと思うんでまあますますあの下落の勢いはあの強まってくるというかですね。うんでしかもその時にはですねもうあの数々の移動平均線もあの下に突破してきているというあの。 状況になってると思うんで、まあよりですね、やっぱり、えー、さっきも言ったんですけど、あの、下落の勢いはもうかなり強まってくるかなっていう状況になってるかなと思います。うん。まあそれぐらいやっぱりね、この、えー、切り上げラインっていうのはもう長期にわたってね、 まあ4時間シャートもう一回表示してますけど、今。え、この長期にあたって、この切り上げラインっていうのはずっとあのサポートの役目を果たしてますから、そんな長期にあたってサポートし続けてくれている、この切り上げラインを下に突破するっていうことは結構一大事というかですね。うん。買い目線のトレーダーにとっては一大事。で、売り目線のトレーダーにとっては売りエントリーのチャンスって感じですね。うん。まあだからこれはですね、まあ頭に押さえておいて、え、頭に押さえて、 た状態であのトレードのシナリオを考えるとまあより上手なトレードが、えー、できてくるというところに繋がってくるかなと思いますのでよかったらあのご参考くださいはいというわけでねちょっとここからはですねちょっと雑談しようかなと思うんですけどもちょっとまあ昨日の出来事ですねちょっと話そうかなと思いますあの昨日ですねあの僕はですねあのちょっとね、えー、ちょっとというかまぁ、あ、結構 こう遅れた初詣をですね、ちょっとやってきまして。で、まあその初詣した後ですね、あのー、たい焼きを食いに行こうということで、あのー、まあそのたい焼きはたい焼きといってもですね、あの、クロワッサンい焼きですね。うん。クロワッサンい焼き食べたいなということで、ちょっとまああの、とある、あのー、まあショッピングモールに行きましてですね、うん。 で、でもね、あの、そのクロワッサンたい焼き食べる前に、ちょっとなんかお腹すいたから、ちょっと普通にご飯食べようよということになってですね。んで、あの、まあ、オムライスの、オムライスのお店がありましてですね。うん。そのショッピングモールの中にね。で、そのオムライス食べることにしたんですよ。うん。で、その、牛すじ、カレー、 えー、牛すじ煮込みカレーオムライスだったかな。うん。まあそれをね、僕食べたんですけど、まあめちゃめちゃ美味しかったんですが、あの量がね、もう尋常じゃなく多くて、あのー、まあ全部、まあ、食べたのは食べたんですけど、もうお腹いっぱいになりすぎて、で、結局その、まあクロワッサンたい焼きをね、食べることはできなかったんですね。うん で、だから、まあ、クロワッサンたい焼きはね、まあ、また、あの、近々ね、食べに行こうかなって思ってるんですけども、あのー、まあ、そのね、あの、オムライスのお店には、あの、サラダバーがついてまして、で、あの、僕ね、あの、サラダバーがめちゃめちゃ大好きやって、あの、特にね、あのー、あれですよ、あの、ブロッコリーとワカメサラダがめちゃめちゃ好きなんですね。うん。サラダバーの。 まあ、あのー、どこのレストランのサラダバーのあのわかめサラダとブロッコリーはもう大体ねあのすごいね美味しいというかうんあのだ、ー、からねあのサラダバーのねブロッコリーとわかめサラダ食べたことないという人はねあのよかったら食べてみてほしいんですけどあのーまあ、まずあのブロッコリーはねなんでそんな好きかと。 言いますと、その市販のブロッコリーって、まあそのシャキシャキしているブロッコリーありますけども、あの、なんていうのかな、サラダバーのブロッコリーとはね、やっぱりなんかちょっと違うんですよね。うん。で、あのサラダバーのブロッコリーは、あのマジでシャキシャキしてるというか、あの、本当にこう歯ごたえがすごいいいというかね。うん。で、味も美味しいし、すごい好きなんですよ。うん 僕はね、すごい違いを感じるんですよね。その市販のブロッコリーと。うん。そう、スーパーとかで売ってるブロッコリーとはちょっと違うというか。あの、キンキンに冷やしてるからなんですかね、あれね。うん。あの、サラダバーって大体そのキンキンに冷やしとるじゃないですか。あの、だから、すごい、なんていうんですかね。ブロッコリーのその繊維がこう、キュッとこう、 あの、引き締まってるのかもしれないですね。うん。だから、それがシャキシャキ感に繋がってるのかもしれないです。うん。わかんないですけど。まあ、とりあえず、すごい,おい、あの、美味しくてですね。で、あと、あの、わかめサラダも、あのー、なんだろうな、歯たえがいいというかね。うん。まあ、だから好きなんですよね。まあ、普通に、あの、味が好きっていうのもあるんですけど。で、あとね、あの、わかめはね、本当に、あの、男性の味方というか、まあ、あの僕はですね、あの、美容院とか行くとですね、もう大体、その、あの、どこの、 どこの美容院の,あの美容師さんにも必ずあの、あの、毛量が多すぎると。うん。あの、<laughs> いうことも必ず言われるぐらいですね。あの、すごい、あの、毛量が多いんですけど、僕は。うん。まあでもそんな僕もですね、まあ、毛量が、まあ現状はね、多いとはいえ、まあその男性なんで、まあいつハげるかわかんないじゃないですか。 で、僕は、あの、剥げることは、あの、本当に、あの、恐れているというかですね。あの、まあ、できる、できるなら、やっぱ、ハゲたくないわけですね。うん。で、そんな時に、あの、ワカメっていうのがね、あの、ものすごい、やっぱり、こう、あの、ハゲハゲ予防になるというか、うん。だからまあわかめは、ね、ま、ワカメは、ワカメに含まれる成分がですね、あの、すごいね、まあ、男性の味方なんですよ。うん。だから、そういう意味でも僕はワカメが好きやって、 まあよく食べるようにしてるんですけども。うん。まああのー、なんだろうな。言われるんですよ。そのー、何をその、そんなハゲを気にする必要があるんだみたいなことをね、あのー、美容師さんにはよく言われるんですけど、まあでもその、男性なんでね。うん。 本当にあの男性はいつそのハゲが来るかっていうのは本当わかんないじゃないですか。もうある日突然その抜け毛が激しくなるというか、それでも一気にハゲるっていう人もいるんで、で、僕ね、あの、毛量はね、確かにすごい多い方なんですけど、あの抜け毛もね、あの割と多いんですよ、僕ね。うん。でもね、あの美容師さんに言われるんですよね。その抜け毛が多いのはその毛量が多すぎるから抜け毛も多いんだみたいなことを言われるんですけど、 まあ、なんだろうな、そんなにね、僕はね、なんだろうな、こう、ちょっと、まあ、気を抜いてないというか、あの、油断してないんですね、本当に、ハゲに対しては。常に、ハゲに対しては、めちゃめちゃ恐れているというかですね。うん。まあ、だから、あの、サラダバーがついてるね、レストラン行ったらね、もう鬼のようにね、あの、ワカメサラダ食べますね。うん。 あとあのー、サラダバーのいいところはね、あの、ドレッシングも、あの、めちゃめちゃいろんな種類あるじゃないですか。なんからその、本当にこう、いろんな味でサラダを楽しめるというか。うん。で、さっきも言ったんですけど、やっぱりあのー、すごくね、えー、冷やし、あの、冷やされてるんで、そのサラダが。だから、歯応えが良くなってるというか。うん。 うん、なんかそんな感じがするんですよね。多分あれって冷えてるから歯応えが良くなってるのかなみたいな、どのサラダもね。うん。だそう思うんですけど、だからね、サラダバーにはね、あの本当にいつもこうテンションをね、こう、まあ上げさせてもらってるというかね。うん。本当にそんな存在ですね。うん。だからオムライス、メインのオムライスよりも、そのサラダバーの方にめちゃめちゃテンションが上がってましたね。うん。 あ,あとあの、コーンも好きですね、コーンね。うん。だからコーンとブロッコリーと、ええー、と、あと、ワカメサラダはもう必ず、その、サラダバーついてるレストラン行ったら食べますね。うん。コーンも結構鬼のように食べます。ただね、コーンに関しては、ちょっと健康的に、その、そんな食べすぎるとあんまり良くないみたいなんで、だからあんまり食べないようにはしてるんですけど、まあ、ブロッコリーとワカメサラダは本当にあの、鬼のように食べます。 あ,あとあのパプリカも好きですね。パプリカもね。うん。パプリカも好きです。うん。パプリカはね、あの、バーニャカウダーのパプリカがめちゃめちゃ好きですね。うん。あれはほんと美味しいです。バーニャカウダーのパプリカは本当に大好きです。うん。まあそんなところですかね。まあ皆さんもね、あのー、特にその男性の方はですね、あのー、まあ野菜はね、しっかりとっておいた方がね、あの、髪の毛のためにもいいんで、まあもしあのサラダバーのついている、 レストランに行ったらね、あの、積極的にね、えー、しっかりと野菜取るようにね、していただけたらと思います。うん。あと、あの、頭の働きもね、良くなるんでね、えー、野菜をしっかり食べるとね。うん。まあ、だから、その、まあ、より高い、えー、まあ、こういったね、あの、FX、FX の、こう、より高いパフォーマンスに、こう、つながるかもしれないんでね、あの、頭の働きが良くなるとね、うん。 だから、まあ、エのためにも、まあ、しっかり野菜を摂るというかですね。まあ、健康あってこその、まあ、エなんでね。やっぱりね。それは、あのー、まあ、なんだろうな。ぜひ心がけていただいて、まあ、健康的な体で、えー、FX 望みましょうというね。まあ、そんな雑談でございました。 はい。というわけで、えー、今回の、えー、動画講座は以上になるんですけども、もし、えー、ためになりましたら動画の高評価と,と YouTube のチャンネル登録と、えー、僕の,、えー、の LINE アットの友達登録も、えー、ぜひよろしくお願いいたします。で、冒頭でも言ったんですけども、あのー、僕の LINE アットですね、友達登録していただいた方にだけですね、特別にお渡ししている、えー、今後の FX トレードにおいてものすごく役立つ、豪華なプレゼントの,があの数々もありますんで、ぜひですね、受け取っていただけたらと思います。 えー、僕の LINE アットのリンクはこの動画の下の説明欄に貼ってますので、そちらからぜひ友達登録お願いいたします。はい。はい、というわけで以上です。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。